どうもこんばんは。今回はスナイパーで勝ちに行くチームデスマッチ、コールオブデューティーワールドウォー2ということで、お久しぶりです。ブラックオプス3以来なんですかね、その頃から見てくださってる方本当にありがとうございます。本当にお久しぶりでございます。いやマジで自分でも本当に久しぶりすぎて、あれ当たってんのか。何喋ったらいいかちょっと分かんないですね。いやーなんかやっとこのコールオブデューティー、ジャンプブーストジャンプのシステムが、まあ、今作はなのかもしれないんですけど、今作は廃止になりまして、俺たちのコールオブデューティーが戻ってきたっていう感じですかね。このマップはまだ2回目なんでよく分かんないんですけど、結構このポジが強いと思いますね。このロング見れるし、このリスから上がってくるやつも、おお、やりますね。見れるし、なかなかいいんじゃないですか。リス変わりましたね。こっちになるとね、結構なんか一方的に見られるような気がしますね。よし。あ、今回ちなみに、あ、シムデスマッチっていうタイトルだっけ、俺。確か、そうでしたね。スナイパーで勝ちに行くチームデスマッチ。今回ルールはーって言おうとしたんですけど、あれ当たってないのか今の。いるかなまだ。あ、いますね。っていうか2人いるな。これフラグ届くんですかね。あ、届くな。いいぞ、前進しよう。多分いないでしょ。いたら味方が多分倒して、いたら味方が多分ね処理してくれてるはず。まあ結構面白いですね。やっぱ飛ばなくなっただけで。あ、面白い。いや、面白かったんですよ。俺、僕ね、ジャンプシステムが追加されたアドバンストオフェアが結局なんかね、打ち合いとかに関しては一番面白いと、思っていまして、結構ね、純粋に楽しめたんですよね、あのゲーム。いや、怖いな。すごい足音聞こえますよね。聞こえませんか。ワールドウォーで合ってんのかな。ワールドウォー2をやってる皆様、このゲーム足音すごい聞こえませんか。コールオブデューティーやってなかった期間っていうか、まあここ半年なんですけども、プレイヤーズアンノンバトルグラウンドをすごくやってましてですね、その影響もあってか足音にすごく敏感に、なってしまったと。前までコールオブデューティーはね、別にサーチをやるわけでもなし、ちょっとなんかチームデスマッチとかドミネーションとかを、まあ、スナイパー使ってぼちぼちやってた感じなんでね、全然足音気にしなかったんですよ。めっちゃドカンドカン言うじゃないですか。ナイス。やべえ、全然当たんない。死体に紛れる。もうロングクルーでこれ見えん見えん。てかギリースーツの復活いいですね。やっぱスナイパーって言ったらギリースーツですよね。オッケー、後ろから湧くんじゃないか。てかこのスモークなんだ。今回パークの概念はなんかあれなんですかね。今多分スパイだったかな、なんかそれを1個ね勲章みたいなのつけてるんですけど、多分それに置き換わったんですかね。いつも3つとか、なんかあれですよね、メインの武器のアタッチメントとかさ、我慢すればもっといっぱいパークつけれたり、ナイファーやればなんかもうパークフル装備みたいになったりとか、まあ、結構カスタマイズできたんですけど、今作は結構シンプルになってる感じなのかな。いやーこれ下行きたいけどちょっとあれだな。敵を排除。うわーすごい味方が横で喋ると結構ボイスでかくなりますね。ちょ待って、ごめんなさい、本当にごめんなさい。今の僕はちょっと沼でしたね。来るかな。いや足音聞こえるんですよね。下にいるのか。あーやっぱ下だったか。すごい足音が聞こえるんですよね。結構ボロ勝ちだな。まだスナイパー慣れてないんで結構あれなんですけど、ハードスコープしがちなんですけどね、慣れてきたら
もっとこうドラッグとか、ドラ、まあ俺ドラッグショットしかやんないんですけど、今作はクイック寄りなのかな。クイックショットすごくやりやすいと思いますね。だね、インフィニットオフェアとコールオブデューティー4の、 あのリメイクが入ったやつを僕一応買ったんですけど、本当にインフィニットオフェアは2、3試合しかやらなくてね、やめちゃったのちょっともったいなかったですね。ちょっとあまりにもボロ勝ちなんで、もう1試合行きたいと思います。初回なんでね。よし、やっていこう。あー、このマップ結構あれなんですよね。あー、ごちゃごちゃしてるんで、どうしようかな。英国一応あるんですよ。ただ英国すごく難しくてですね、あんま得意じゃないんですよね。って言ってもまだあれですね、20レベルですね。あー、そんな得意不得意を語るほどのレベルでも なかったですね。はい。あ、拡張マガジンつけてきてないの？あれ？やっぱね、ちょっとこのマップはイモイモしたいんで、拡張マガジン欲しいですね。お、いいぞ味方。結構抑え込んでるな。後ろから湧いたりしそうなんだが大丈夫かな？ここから上がってくるんじゃなかろうか。偵察機、飛行開始。いや、来たけど一人か。でもあそこに湧いてんだろうな。後ろから湧きそう。いや、味方湧いてるな。ごちゃごちゃしすぎて、あんまりね、ここを渡りたくないんですよね。下からも、真ん中マジであれでしょ。下からもさ、正面からも狙われて、ちょっと、闇深そう、ここ。あれ、いない。ああ、もうこう、やっぱ前線抑え、当たんねえな。一回下がろうか。でもね、引き際を覚えましたね。あそこに、あそこにいるんだろうな。伏せてんだろうな。あ、やべ。うわー、前に詰めてきてたか。いや、いるんだろうな。みんな撃ってますね、結構。おっと、ロング戦なら任せとけ。ロングは俺が見てやるぞ。やべ、おっと、でかい口叩きすぎた。こっちかな。あれ、あ、上行ったか。うわー、一発で死んでくれなかったんだけど。まあ今みたいに英国はね、近場だと結構あれなんですけどね、普通のスコープだと多分俺今の当てれてないな。後ろか。え、どこ、あれか。おーっと、左からも来てた。え、なんかめっちゃ撃たれるんだけど。めちゃめちゃ撃たれるんだけど、そんな悪いことしましたかね。いろんなあれだね、今までのやつは溜まってんのかもしれない。このさっきのロビーと同じなんでね。あぶねー。いや、英国いいな。英国はやっぱ近場でだいぶ活躍できる。いや、いるね。いや、そっから来そうなんだけど大丈夫か。いや、来てるな。逃げよ。まあ、SMG の方に任せてね、ここは。あらー。正面にいましたね。いやー、こっち脇ちょっとあんま苦っ。ちょっと待って。すげえ外すな。あー、まあちょっとね、使ってて分かったんですけど、俺ちょっと打つの早いですね。もっと、もうコンマコンマ 0.1秒ぐらい、1、2秒ぐらいね、打つの遅くてもいいですね。ここら辺で打ってますね、多分俺これ。こうですね、打つんだったら。今ぐらいですね。これで、この、ね、レティクルが見えない時に多分打ってると思うんで、だいぶ弾がね、変なとこ飛んでいってると思うんですけど。
います、いますね。橋の下か。ああ、ここ壁抜けるんだね。いや、怖い。ちょっとこっち行こう。めっちゃ足音聞こえるんだもん。だってこれ、下でしょ。いやー、これまずいな。いやー、めっちゃ詰めてきてます。これやばいぞ。負けるぞ。逆転まで持っていけるかな。あ、味方か。勢い余ってフラグ投げちまったわ。発展差。味方。やられてるな。こっち行かないでおこうか。でも俺が抜かないとここ突破できなさそう。警察機が殺敵を行う。いや、やばい、いるな。橋の下か、やっぱり。いや、橋の下ってわけでもなんか、やっぱそのなんか箱のとこいたんだね。なんか見えたような気がしたんだよ、一瞬な。さて、あー、こっち行ってみようか。じゃあせっかくだしね。あれ、おっと、当たった。あ、やばい、爆撃おじさん。おー、今の当たってないんだ。今なんかドンピシャでさ、2枚抜きぐらいできたかなと思った。いや、これちょっと待って、やばいな、負けそうだな。前線ならフラグ投げて、よいしょ。ダメダメかな、ここいるんでしょどうせ。ここ上がってきそうやな、多分。敵ここ大嫌いだと思うんでね、ここのロン、あれ、やっぱり上がってくるな。オーケー。いやー、俺が死んじゃった。ああ、2ポイント差まで詰めてますね。これフラグでどうにかできない。みんなフラグを投げようぜ、せっかく持ってんだ。フラグ強いですからね、今作も。もうめちゃくちゃ猛威振るってると思いますね。オッケー。お、逆転してる。いける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 で。警察機飛行開始。うん、味方頑張れ。全然いけるで。マジか、危なーい。危なかった。俺最後めっちゃ焦ってすっごい外しちゃったんだけど。危なかった。強いな、このリスキルしてくれた味方。だいぶこれ追いつけましたね、こういう点差が。ということで、スナイパーで勝ちに行くチームです、マッチ。まあ、第1回、復活の第1回ということでですね、2試合ほどアップさせていただこうかと思います。ではまた次回の実況でお会いしましょう。お疲れ様でした。